はい、どうもおかにです。本日もねミスティゲイルのサブクエストやっていきたいと思うんですけれども、前回私ねあと残り1個って言ってましたよね。ここ左のこれね、これ1個と思ったらコメントであと4つあるよって、これとここ左3つね、縦3つ残りあるんやろね。で残りはあの病気のやつとピアランドにありますよってことで、でそのピアランドにはまたアイテムが必要ということでね、まあ、多分こいつからもらえるアイテムなんでしょうねこれ多分。ほんでその病気ですが、吸血病が鍵やったんですね。ほんで吸血病になって時間が経つと吸血鬼になれるらしいです。吸血鬼になれるんですよ。ちょっと今エッチなこと考えたんちゃう、あかんで。そのヒントってのがこいつやねんね、こいつの本、病気と対処法フラグメント動乱とか、これを読むとわかるらしいねんけど、こんな絶対読まへんやんこんなんな、絶対読まへんで。病気とその対処法フラグメント動乱、こっちかな、多分こっちちゃう。フラグメントの墓場で吸血鬼のあれですね、読みましょうか。うーわ、こんな絶対読む気にならん、うん、お前はこっちかな、病気かな、これかな、病気とその対処法、これを見ましょうか。はい、うん、10ページもある。あ、なこれ筋肉四十だよ屈強な戦士さえ連携の販売治療薬を飲むことである。あ、何も病気にかかってない状態で治療薬を飲んだらこれになるんか、これかな、飲むことである。あ、あった、吸血鬼か、末路、太陽が苦手となり夜になると超人的な身体能力を発揮するという。はい、吸血熱にかかってきました。どれぐらいの時間が経ったらなんのかな。とりあえずこう肉とかさ買えるもん買っとこうや、もう来られへんかもしれへんからな、ここに。よいしょよいしょよいしょと、オッケー。じゃあこいつ吸血鬼ってこと、だってこんなにさフードとか被ってるからさ日に当たられへんってことちゃう。あかん、吸血鬼なら、ん、吸血熱俺分なってんのか。もうしゃあないからピアランドのとこ見に行くわ、見に行くわもうどこ、あの入り口がどこかだけね、コープの町みたいな感じの入り口やとはね目星つけてるんですけれど、あれ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 が、これ怪しいと思ってんやんか、これは関係ないんやね。ん、この奥開いてるな、開いてるで、よいしょ、ほら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 、あ、あるわ、なんかこれがアイテムがないと通れへんってことかな、わかりづら。あ、皆さん多分これで吸血鬼になったと思います。3つ弱体化、空腹、移動速度低下に。でもヒルやけどなんか大丈夫やけどね、服脱いだらなんかなる、でもならんな。でも移動回数があれやったんかな、馬車乗った瞬間変わったんで、まあ、放置時間で言ったら30分40分放置したんでねえ、はい、どう、あー来た来た来た、君も吸血鬼なのか、さっきはすまなかった、私は数年前に吸血鬼になってしまい、それ以来人を寄せつけないように暮らしていたものでな。ところで君も吸血鬼なのであれば私の頼みを聞いてはくれないか。私は吸血鬼になってからずっと人間に戻る方法を探していた。あ、じゃあ戻る方法を教えてもらっていいわけやね。見つけたのだ。普通は一度吸血鬼になれば戻る方法はない。だが吸血鬼として生きることを否定すれば地方を支配する吸血鬼ヴァンパイアロードを倒す。なるほど、オッケー、ヴァンパイアロードを倒したいな。お、出てる出てる、どこどこどこ、うん、どれ、 あった、マルベーノン遺跡、マルベーノン遺跡行きましょうか。あ、行けた、ずっと暗いまんまかと思ったけど、これどう、難易度的にはどうなんでしょうか。あ、でも2発で倒せるね、そんなに強いわけではなさそう。何これ、豚入ってんねんけど、壊すべき、あ、でも壊されへんな、何やろあ、お前のことを豚って言って、なんじゃ、なんで爆発すんの最近。あ、これか、ユニークエンチャント3、これのせいで爆発してんのか。ほんで暗視と攻撃力上昇が効くと、何もない時に使ったら、そういうことかな。おお、すごい、なんか明るいから暗いんか、本来暗いんかどうかってのわからへんけどさ、まあまあまあいいとして進んでいきましょうか。お、すごい、構えてるやんこいつら、もうええわ、もう無視、もうええわ。どっちかな、こっちかな、お、こっちは違う、
建設途中や。まだ作ってる途中やわ。あれ、あっちは？あっち入ってきたとこか。どけ、邪魔や。おー、クリーパーさんがいらっしゃいまして。あ、右ボスやで、もう。早っ。もうボスやん。なこれ、なこれ、なこれ。すごい、すごい、すごい。じゃあ、ボス行きますか？はい。ウォードヴァンパイア、どこですか？お？え、君、王様じゃないの？違う。違うな。230。何？あれ、あれ何？あれ何？イデオ・セルペントン、吸血鬼の秘術を見せてやろう。おい、どこやん、どこ行ってん？あれか？ん？お前か？違うの？あ、一瞬しか出てこへんな。うん、知らん、知らん。はいはい、出てこい。はい、出てこい。あ、出てきた、出てきた。よっしゃ。よっしゃった。なんやねん。なんやねん。それなんやねん。ほら。ほら、ほら、ほら。あかんの？あかんのか？オッケー。ほら、ほら、ほら、ほら。ほら、ほら、ほら。ほら、もう、やられろ。うん、うん、うん、うん。なんなん、くしょ。くしょよ。ほれ、ほれ。笑うてる場合ちゃうで、お前。笑うてる場合ちゃうで。え？笑うてる場合ちゃうで。何してんの？うわ、すごいな。あ、すごいね。すごいね。ほら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 。すごいね、ヴァンパイアロードちゃん。あ、すごい。あ、すごいね。すごい、すごい。あ、すごいよ。はい。はい。おい。おい。乾杯。お、血液をくれんの？やった、勝ちました。後半何もしてへんかったやん、あいつ。お、戻れたぞ。ありがとう、君のおかげだ。吸血鬼になってしまったらまたヴァンパイアロードを倒しに行くという。マジで。次のやつが現れるらしい。マジかよ。あ、これで終わり。あ、これで終わりな。ちょっと奥の方も暗視を飲んだ状態で見たいと思います。ないよね、ないよね。うん、この上、この上。あ、え、あれは違う、あれ違う。行こうか、行こうか。馬がないといけへんやろ。あれ、ほっ、よし。ここちゃう、ここちゃう。ほらほら、敵いるもんだって。え、馬必須ってこと。え、こっちはこっち入り口な。オッケーオッケー。やめ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 。これちゃう、これちゃう、ここちゃう。絶対ここやって。あ、あれ、これあれか。逆側、あそこか。あれやんな、俺が覗いてて1マスブロックしかなかったとこ。え、農夫病、ええって、ええって。お前もろ、うっとうしい、もううっとうしい、ほんま。あ、アトル山脈のクエストって絶対あれやんけ。なんかあそこに穴あるやないか。いきまーす。はい、暗視のもかな、暗そうやし。よし、行くぜ。なーにがあるのかしら。あ、ここ水ない。あ、ここ水ない。お、氷の壁か。じゃあこれでとか、久々やな、お前。炎を使うので。ああ、水出た。よいしょ。ああ、なんか出た出た。おお、イノール、イノール。何これ、モータル、モータル。うん、何これ。あ、間違った。氷、氷がいい、氷、氷、氷。おい、わかったわかった。で、バレを司る読めへん。いまいましき魔術師。オッケー、わかりました、魔術師。あ、もうボスや。早速ボスやん。我が最強のアーティファクトをくれてやろう。ほんまに最強か。じゃあもう行きます。これはクエストか、クエストなんかな。あ、なんかいました。体力300。お、あ、すごい、なんか出てきたよ。え、跳ね返される、お前。え、あれ、ちっちゃ。ドールチェンジ、ドールチェンジ。どれどれ、絶対あれちゃん。あ、ちゃうわ、あそこおるわ。自分で燃えてるやん。自分で燃えてますやん。なんやねん、来るな、お前。あれ？ダメージいかへん。なんなん？え、お前なんなん？逃げるやん。なんなんこいつ。ほら、お前止まれ。止まらへん。止まらへんぞ、こいつ。奥の手、うおー、なになになに。うおー、なにこれ。なんか出てきたぞ。お？開けてよ。開けてよ。ダメな。おお、なんか、これ倒されへんで、だってこれ。え、酸素がなくなって、あ、開くんちゃう、開くんちゃう。あ、換気って、古典的やな、お前。あ、閉じられた、閉じられた。あと1回やね。燃やしといてたよかったか。早く換気終了させてや。じゃあ早く換気。もう待ってるでよ、先のお客が。
あいつ完全に待ってるやん。ボールチェンジは良かったから。早く開けてよ。酸素なくなってくるんちゃう？もう。ほら、酸素。はい、終わりー。はい、終わり。パーフェクトドールズが敗れただと。うわー、換気完了じゃ。最後の換気完了じゃって何やな、お前。ん？やつの魂、アーモリーに招ける。ゼペ、ん？蝶に過ぎないな。なんかもらえたん？これ？創生神の貢献？あ、こっちももらえたね。二つもらったけど、これはクエストやったんかな？見に行きましょう。あ、出てる。過去の断片。あ、え、あと二つ。え、これさ、クエストやるたんびにさ、ほら、全員に話しかけていかなあかんの？これ達成してやな、出ませんよ、みたいなさ。あ、でもそんなことないな。ゲール水路とか出てたしな。はい、オカリンです。ちょっとコメントでね、もう一回質問の方させていただきまして、ピアランドのね、あのクエストの場所をちょっと聞いてみました。ということで、やっていきましょう。で、どこにあるかやねんけど、入り口、ボス入り口の上を見てください。エンダーパールも忘れずにってことだったんですけど、私なんか見ましたよね、上。行ってなかった。逆側とかかな。ちょっと行ってみましょうか、じゃあ。まあ、こいつら、厄介やわ。早よしね、もう、早よしね。お前らったら、ろくに探索できひんねん。もう。おい、マジか。この上、多分この上やんな。あれ。多分あそこが、言ってたところやと思うから、あそこ行きましょう。どういこうかな。あいつおらんよな、ゾンビおらんよな。よし。どういこう。こっからこう投げたらいける？どれぐらい飛ぶエンダーパールって。ほい。お、いいんちゃう？お、どう？あ、ええー、絶対こんなんさ、わからんくない？まさかの入り口、クエストなんか？マップはあと1個最後残ってたけど、まあ行きましょうか。行きます。はい。わ、なにこれ？迷宮ジェルランドへようこそ。こちらこのレムルを統治する神、ビースピア。モータル、あなたがこの迷宮に迷い込んだということは宝が目当てね。もちろんあなたは宝を手にする権利がある。けどそう簡単にはいかない。この迷路にある宝を探してごらんなさい。宝を見つければ私のアーティファクトを差し上げるわよ。それで頑張ってちょうだいね、と。え、なんかダイヤじゃエメラルドとかしてるけど。謎解き系、この謎解きむずいね。しかもなんか厄介ね、通るし。なんか、うわぁ、びしょ！って、ほんまに今びっくりしたって。変なキー押してもうたし、もう。エメラルドちゃうんかよ、これ。じゃ、こん中から1個見つけろってこと？この膨大なエメラルドから。硬くね？これ硬くね？この村人怖いねんけど、この村人怖いって。絶対なんかしょ、ほーら、骨格グレーパー。骨折。くそー、あ。治療薬幸い、1個ありました。ちょ、お前ら邪魔して、行ってー。あ、待って、なんかある。これゴールじゃん。割と、なんか単純っていうか、この赤の通りに進んできたらあったけど。これは違うルートからも来れるってことかな。いや、待て。中間地点っぽいぞ、これ。多分、出口ある。出口。あ、いけたん。といっても、ただ迷路に私の早方を巻いただけて仕方ないか。今度、ラコちゃんにでも頼んで罠を作ってもらおうかしらね。モータル、宝をあげるわ。扉から帰りなさい。今度会うときはもっと楽しく、お、何これ。ミストゲルの英雄よ。我が声を聞くのだ。秩序の門に来るのだ。我はその先に広がる最深部で待っている。秩序の門ってどこやねん、お前。死ねないこれ、無限テコ？エンダーパールのエンダーパールが消費されなかった。何これ、すげえ。何、めっちゃ遊べるやん。あ、すげえ。エンダーマンです、私。どうも、エンダーマンです。おい。ん？あ、帰ってきたん？帰ってきたんか。オッケー。
あ、ちょっと待って、普通に秩序の門ってさ、普通にステージでやるんちゃう？最後。めっちゃ右上にさ、あるやんか。あそこにあるんちゃうかな。見に行ってみましょう。あ、ほら、あるあるある。秩序の門ありました。ラストステージです。さあ、どんな感じ？これ、これパッと分けるか悩むな。多分今いい感じのね、取り高になってるというか。とりあえず行きましょう。これだけ引き伸ばしても仕方ないしね。はい、来ました。秩序の門。ん？こっちか。わ、すごい。門ある。あ、これもボスだけってこと？この岩がすごく味を出してますね。白樺も。あ、ここ、なんかバトルあるんじゃん。なんもないの？このブロック何これ？砂？土じゃなくない？なんか色違うねんけど。とりあえず行きます。はい、ゴーです。なにこれ？あ、びっくりした。ん？あ、弓か。あいつ足ないやん、怖っ。なんか、両手に持ってません、それ。なんか敵が、すごい。これかっこいいな、これおしゃれやな。普通のマイクラでもこういう建築がね、できたらいいですね。まあ、普通のマイクラやるかわかりませんけれども。まあ、普通も敵は無視して、いろいろ散策しましょうか。なんでこんな爆発してんの、お前ら。元気やな。あ、なんか中に囚われてんで。お前どうしたんそれ。なんか悪いことしたん？なんでお前だけ。あ、ここら辺になってきたら割と中にいますね。なんか これはあのオブジェは何なん？この紫の岩とか俺見たことないな、前くらいやってて。あ、これゼルダの剣ちゃん。もうすぐスイッチでゼルダが出るからさ、これゼルダの剣を表してんじゃん。マスターソードじゃん。Wii、あのスイッチのゼルダ実況しますんで、よかったら見てください。違うか？あ、刺さってる。うわ、すごい。あれやん。青木キスケ。誰だっけ、あと一人。青べの、あれ、ポーズやん。おしゃる丸、知ってる？お、来ました。なにこれ。ミスゲールの英雄、よくぞここまで辿り、おお、すげえ。自己紹介がまだだったな。我らは創世神オーダー。え、秩序と時間を司る神だ。さて、我がお前を呼んだ理由だが、お前から邪神の、なんだって？俺から？ブリザテク住人が持つにはあまりにも強大な力だ。ついた力はやがて混乱を招く。我は秩序を司る神としてお前を見定めなければならない。さあ、見つける英雄その力で、俺、挑戦者に行くぞ！550しかないで、でも。ゴッド・オブ・ジェネシス・オーダー。せこいやろ。落ちたらワンパンとかせこいっしょ。リベンジリベンジ。これどうしたらいいの？こんなんかじゃん。絶対これやん。え？怖い怖い。なんかどうやったら割れんねんやろ。ん？割れるタイミングがわからへん。おお、なんか出てきた。早い、お前早い早い。え？ああ、じゃあ。え、ここもできちゃうん。え？え？何したらいいの？これか？違うな。お、何？俺ここおるけど。あ、え？赤い、なんか赤いで。あ、え、一瞬だけ赤かった。ここおったらこれ無敵。これ完全に これ完全に無敵なのでは。え、なんでここは対策されてないんや。ここまでたどり着けることを予測してなかったのか、制作者が。てか、みんなコメントのみんな詳しすぎひん。なんでそんなみんな知ってるん。ここに何々があるよって、もうみんなキプレイなんかな。みんなやってるんかな、このマインクラフト。あ、なんかここ割れてない。たどり着けへんくなってない。ほら、あ、え、あ、出てきた。道が出てきました。お、さすが全ての邪神の力を使うことだけはある。少しだけ出力を上げるとしようか。え、上がったらどうなるんですか。え、変わってる？変わってないよ。何もないよ。あ、もうあと1回で終わっちゃう。あ、なんかすごい、なんか出た。ここ完全無敵やん。ここ完全無敵やねんけど。あ、こんな倒し方おもんないな。ちょっとこれ倒せる気せえへんな、こんな強い攻撃してくるの。なあ、
終わりました。見事だったぞ。お前の中に邪悪なものは見えなかった。え、お前を倒したのに？重要なのはどのように使うかだ。今後もそのことを忘れてはならないぞ。あ、わかりました。ありがとうございます。めっちゃ卑怯な勝ち方したけどね。え、俺は邪神ではなかったのかな。お、待て、これなんや。ジュエルランドの最深部に行く。わやべ、ちょ待って、また行かなあかんの、あの迷路。はい、もう一回ジュエルランド来ました。あれ、今度は何も言ってこうへんな。まあじゃあ行こうか、普通に。普通に行くで。ああ、もうええ。はい、ということでね、全部のクエスト達成しました。ということにしておきましょう。どうせメール行ってもね、アイテムもらえるだけやと思うから、ラストステージも行きました。ということで、ミストゲイルご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。お疲れ様でした。バイバーイ。おまちゃんもバイバーイ。